はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の接線丸1をお送りします。で、前回ね、微分係数と導関数シリーズで3つ動画撮っていったんですが、ここから接線の問題を動画で3本やっていきます。で、まずね、最初なのでポイントがあって、それも含めて全部で4問となっておりますので、できさなくはね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね、全部解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番のポイントからやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、タイトルは変わったんですが、微分めちゃくちゃ使うので、例えばこれを微分してみるとか、まあ、これを微分するっていう時に、あれ微分ってなんだっけと思う方は、ぜひちょっと前のね、動画に戻って確認してみてください。あの、微分のね、やり方がわからないと接線もね、ボロボロになってしまうので。で、まずポイントからなんですが、まず曲線です。曲線 y イコール fx、 まあ、これは2次関数でも3次関数でもいいですね。曲線のそれの上の点です。だから、その y イコール fx 上の点 a かっこ a の fa です。これにおける曲線の接線の方程式はと言われてます。で、これ何言われてるかっていうと、例えば2次関数で例えると、これ右側ギリ入るかな、ちょっと狭くてごめんね、まあ、こうやって2次関数が入ってるね、あるじゃないですか。で、それ上の点って言ってるから、その2次関数の上の点ね。で、そこに置ける、つまりこれ接点なの、そこの座標だから A ね、これが A ね。で、そこに置ける接線、これだね。で、これはどう表しますかってことを言われてます。で、これ公式まず覚えちゃいましょう。で、あのね、書き方2通りあるんですけど、俺が好きな方でちょっと書かせてください。で、俺がよく使うのは、まず y イコールほにゃらら x ってなっていくんだけど、 y から接点の y 座標を引きます。 fa ね、これも y 座標を引くって覚えちゃうといい。で、イコールです。で、大事なのはここで、ここで微分がきます。 f'a です。つまりこれを微分して x 座標を入れるの。いいね、微分して x 座標を入れる、それが傾きになります。そこまで覚えてくださ い。微分して x 座標を入れたものが傾きになるので、その後ろに x から x 座標、こっちね、を引いてください。で、もう一個の書き方っていうのは、この fa をね、もう右辺に持ってきてプラス fa っていう、そっちで覚えた方が本当は早いのね。早いんだけど、一応まあ数学が苦手な子とか向けに一応取ってるイメージでいるので、 y 座標、 x 座標、まあ、y と x ね、それぞれ引いてください。座標を y から y 座標を引く、 x から x 座標を引くと。で、傾きは微分して x 座標を入れたものがここに来るよねっていうふうに覚えておくと、あの、もしテストの時にド忘れしてしまっても、多少ね、思い出しやすいかなと思います。それぞれ引けばいいんだよねみたいな感じで、それが分かってると、例えばこれ、次の曲線上の点におけるつまりここねにおける曲線の接線の方程式を求めよう。で、今回実はこの2番3番、このタイプとこの4番のタイプを分けて覚えてほしいんです。ここ混ざりやすいんで。で、何が違うかっていうと、こっちね、上の2番3番はほにゃららにおけるな、つまり接点が書いてある、もうちょっと書いてないけどね、つまり上のこの公式を使っていいよって。で、こっちは接点が書いてないの。接点がこれを通るよって言ってるだけだ。で、これやり方違うんです、上と下。だからうまく分けて覚えてください。で、まずこっちなんですけど、微分したのを使うので、まず微分しましょう。で、ちょっと狭くて申し訳ないんだけど、微分すると y' これはもうね、ちょっと暗算でいっちゃいます。マイナス 2x プラス2だね。で、それを使って公式通り書いていくと、もう接点ね、書いてくれてるから、 y 座標から、あ、y から y 座標を引きますと。で、イコールこれに x 座標を入れてください。で、入れると4になるから、4括弧 x 座標を引くよと。引くからプラスに変わるね。で、もちろん答えこれじゃダメだよ。こっから整理をして、これね、展開してマイナス1も右辺に持ってくると。そうすると y イコール 4x でプラス4で持ってくるからプラス5と。 OK、 これで完成となります。
で、3番ね、こっち3次関数になってますけど、気にしないです。いいね。このまま行きましょう。で、まず微分すると、y' イコール、マイナス 3x2 乗プラス5と。で、同じようにやりたいんですけど、接点が出てないのね。出てないんだけど、x 座標は2って書いてくれてるから、ここまで分かってんのね。で、あと x に突っ込めばいいの。そしたら y 出てくるから。つまり、2を突っ込むと、マイナス8プラス10ですね。つまり、接点は2の2だよねっていうことが分かります。たまにこんなね、出され方することもあるので、まあ普通に入れてくれれば OK だと。で、解いていくと、まず、y から y 座標を引きましょう。で、傾き2を突っ込みたいので、2にが4でマイナス12、マイナス7かな。で、x 座標から引きましょう。まあ、x 座標を引きましょうかね。で、あとは同様にね、展開してまとめると、マイナス 7x。で、プラス14で持ってくるから、ちょっと数大きくなるね。プラス16か。これで OK となります。まあ、こんな感じ。公式編うまく使いこなしてください、ここは。でもって、次です。次、まずちょっと問題読んでいくね。曲線。y イコール x 2乗マイナス x プラス3。まあ、2次関数だね。に、1のマイナス1から引いた接線の方程式。そして、その接点の座標を求めようと。つまり、置けるではないので、この上にないよと。どういう状態かっていうと、ちょっとね、これ適当に書きますけど、このね、接線いっぱいあるんだよ。この2次関数。いくらでも引けるんですけど、ちょっともう一本書こうか。こうなってる時に、接線ってここでもいい、ここ、ここ、ここでも、ほんとすげえある。無数に。だけど、例えばその中でも、じゃあここ通るのどれって言われたら、例えば、これ通りそうでしょ。で、あと、こっちも通りそうだよ。こんな感じで。ちょっとずれちゃったけど。こういうのを求めようとしてます。で、ほにゃららに置ける接点が書いてあるバージョン、上のね。これは接線1本です。だから1本しかない。答えが。1本。でも、この外、ね、ほにゃららから引いたとか、ほにゃららを通るって言われてるとき、これは1本だったり、複数本あったりします。いいかな、今書いてる2本あるときもあるからね。でも1本のときもあるんだけど。で、どうやるかっていうと、まず、まあね、接線使うんで微分はしましょう、これの。で、すると、y' イコール 2x マイナス1です。で、接点がないので、これ文字を使って置いていきます。ちょっとね、ここね、場所間に合うかなっていう感じなんだけど。一応書こうか。で、接点を、まあ文字何でもいいんですけど、t 使おうかな、俺。で、x 座標 t って置きます。で、y 座標どうなるかっていうと、この上だから。接線って。あ、つまり接点って。だから、ここの x に t を入れると、y イコール t の2乗マイナス t プラス3となります。だから、それが y 座標になる。で、文字っていうのは基本的に1種類で置いてください。文字を多くすれば多くするほどめんどくさくなってしまうので、だから S とか T って置かないように A とか B って、できれば1種類で置きましょう。こうやってね。で、と置くと。で、こっから普通に公式できます。これの公式。で、どうなるちょっとね、ごちゃごちゃしますけど、いくよ。まず、Y から Y 座標を引く。これ接点のね。なので、マイナス、ちょっとまとめようか。t の2乗マイナス t プラス3です。イコール。で、この微分したものに x 座標を突っ込んだのが傾きね。で、さっきみたいに数字になれば楽なんですけど、ならないので、t を突っ込んだ 2t マイナス1になります。いいね。2t マイナス1。これ傾きです。で、公式通り行くと、x から x 座標の t を引き算してくださいと。で、まとめます、こっから。で、これがめんどくさいんですけど、で、まとめる前に、どうしようかな。先に突っ込むか。これ、接線です。ね、ごちゃごちゃしてるけど、接線。で、これが、1のマイナス1を通るんです、今。そっから引いてるからね。ってことは、代入していいので、代入してまとめます。じゃあ、先に代入するか、一回。で、書くと、y がマイナス1なんで、マイナス1。で、展開しましょう、ここね。2乗、プラス t。
マイナス3で、ここはここに1突っ込みます。で、突っ込んで展開するか、間違えそうだな。ここ1ね、1だと思って、これまあ配っていくと 2t-2t2乗1 だから -1+t、 間違ってなきゃいけど、下ギリだね。右行こうか。で、これをどうしようか、全部左辺に持ってこようか。これそうすると t2 乗が t2 乗になって、待てよ待てよ、はい、3t です。持ってくると -2t になるか。よいしょ。で、マイナス1はプラス1するとマイナス3か。で、忘れちゃいけないイコール0です。多分合ってるはずで、こうなったら因数分解しましょう。どうしよっかな、これ微妙だな。ちょっと狭くいくよ。マイナス3とプラス1ちゃんと出るね。で、ごめんよ、 t イコール3とマイナス1と2つ出てきました。で、それぞれ答えを出します。だから2本ある、さっきみたいにね、答えが。で、2本分書くとちょっともういきなり答え書かないともう間に合わそうだね、これ。ちょっと待ってね、これどこまで入るか先に書いていい？ここ入る？あ、ギリ OK です。じゃあまず t が3の時いきます。で、 t が3の時接点先に行きましょう。3突っ込むだけだから。なので、接線は後で書くから、こっち接点は3です。 x 座標はね、3とここも突っ込むと左残角マイナス3となるから、これが接点で、接線の方程式はまあこれなんだよね。まあ普通に3の9ってなってて、傾きも3突っ込めばいいから、ここに。ただ5だよね。ってなって求めるといいです。で、上と同じように。ちょっと口で言っちゃいましたけど。t が3なら、まあ、3の9なんで、3を突っ込んで、3、2が6、マイナス1です。つまり5ね。これが傾き。この部分。5。で、あと3の9だから、9を引く、3を引くで公式で書いてくれればいいです。多分ね、ここに当てはめてもいいんですけど、多分同じことやるので、そっちの方が分かりやすいかと思います。で、まとめると y イコール、ちょっとね、さっき解いたやつ書いちゃいますね、 5x-6 になります。で、もう一丁、今度 t が -1 の時ですね、先に接点からいきましょう。 -1 です。で、突っ込みます。 1、1 だから5か、 -1 の5。で、 x 座標 -1 なので突っ込むと傾き -3 になります。で、傾き -3、接点これで公式でね、まとめてもらうと、-3x+2 と、はい、ギリですね。で、多分色を変えた方が分かりやすいので、どうしよう、黒にしようか。ここが答えになります。よいしょ、ちょっと待って、下の部分は線入らなくなるかもな。おいしょっと、ててギリ、あ、オッケーオッケー逆に見にくいんじゃないかって感じもするけどね。まあこんな感じでぜひやってみてください。なので今回覚えてほしいのは、まず接線の公式です。これは必ず覚えます。で、もう一個はそれのね、曲線上の点に置けるっていうバージョン、こっちです。これと外の点からね、引いたとかそこを通るっていうこっちのバージョン、これ本当に混ざりやすいので、で、解き方しっかり分けて覚えておいてください。では、今回は高校数学数2の接線丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、最初にもね、言ったように、一応丸3まで接線ね、取ろうと思ってますので、次回丸2の方ももしよかったらね、見てみてください。もうじゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。